ロー。ハロー。ハロー東海。イエーイ。3月15日、公立西知多総合病院の竣工式が華やかに行われました。東海市民病院と知多市民病院を統合して新たに建設された新病院は、知多半島医療圏の北西部地域における中核病院として、私たちの健康と安心を守る拠点となります。公立西知多総合病院はこの地域の急性期医療を担う病院です。急性期医療とは、重篤な患者さんや緊急を要する患者さんを対象にした診療を行うことです。安定した急性期医療を提供するために、外来では予約診療を原則としています。まずは地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介状の発行と予約をしていただきます。紹介がない場合は LINE いただいてから長時間お待ちいただくことがあります。また初診料とは別に2160円をご負担いただきます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。名鉄太田川駅と名鉄南影谷駅からシャトルバスが運行し、ランランバスの中ルートと南ルートもご利用いただけます。車での来院の場合は、西側の正面入り口から入ると、敷地内におよそ900台収容できる駐車場があります。当日受診された方は駐車料金が免除されます。正面玄関から入ると、吹き抜けのエントランスホールが広がっています。初診の方は右手側の総合受付へ向かいます。受付時間は平日午前8時30分から午前11時です。では初診の時は何をすればいいでしょうか。こちらの診療申込書を記載して保険証を添えて、こちらの初診受付にお出しいただくことになります。この時、紹介状をお持ちの方は申込書と一緒に受付に出していただきます。予約のあるかと、3ヶ月以内に受診したことのあるかは、こちらの最新受付機で受付ができます。最新の方はホール左手側に4台設置されている最新受付機へ向かいます。受付時間は平日午前8時から午後5時までです。画面の指示に従って診察券を入れます。受付の内容を確認したら、確認ボタンを押してください。受付が完了すると、受付表が発行されますので、最新受付機の横にあるクリアファイルに入れ、それぞれの診療科の外来に向かいます。公立西知多総合病院の診療科は30科です。ファイルの裏面に案内図が載っているので、そちらを見ると便利です。診療科の外来受付に来たら、ファイルに入れた受付表のバーコード部分をカウンターにある読み取り機にかざします。
これはご自身で行ってください。これで外来の受付が完了しました。カウンター上のモニターに受付表の番号が出たら、待合室へ移動します。診察の順番も扉の上のモニターでお呼びします。診察が終わったら外来受付でファイルを受け取って会計窓口へ向かってください。中には会計で必要となる書類が入っています。会計窓口は1階の総合受付にあります。会計窓口に設置してありますバーコード読み取り装置にこちらの外来基本スケジュールのバーコード部分をかざします。会計番号札は2枚出てきます。1枚はファイルの中に入れて会計窓口に出してください。もう1枚はご自身でお持ちになり、窓口のモニターで会計番号を確認してください。支払いには自動精算機を使います。会計番号札のバーコードを自動精算機の読み取り部分にかざすと料金が表示されますので、現金またはクレジットカードでお支払いください。処方箋がある方は会計窓口で受け取ってください。以上が外来の利用方法です。入院の場合は総合受付の隣にある患者サポートセンターにて手続きをしてください。患者サポートセンターでは、患者様が安心して地域で生活できるように、看護師やソーシャルワーカーなど、さまざまな職種が患者様を取り巻くチームとして、地域の関連機関と連携する窓口です。入院前から安心して地域へ帰ることができるように支援いたします。病棟は4階から9階です。入院時には車での来院はご遠慮ください。面会の前と後は必ず病棟のスタッフステーションにお申し出ください。面会時間は一般病棟が平日午後2時から午後8時、土日祝日と年末年始は午前10時から午後8時となっています。アレルギーや感染症対策のため、生花の持ち込みはご遠慮ください。地震などの大規模災害が起きた場合に、迅速に対応できる体制づくりを進めています。災害時にエントランスホールのソファーがベッドになり、怪我人に対応できるほか、ヘリポートによる患者さんの搬送・受け入れや救援物資の受け入れを可能にしています。救急診療センター内に救急科を設置し、救急担当の医師を配置することにより24時間365日救急患者さんの受け入れ体制を整えています。広報東海5月1日15日合併号に病院の利用ガイドが織り込まれていますのでご覧ください。私たちの暮らしと健康を守る公立西知多総合病院、急性期医療を担う病院であることを理解して適切に活用していきたいですね。